世界に痛みを。神羅転生。敵はどこにおるんだら。ここがこの葉隠れの里じゃ。まさか。あ、額のマークがない。これではもう。勝井様のせいではありません。カカシ先生、カカシ先生からの最後の任務、俺ちゃんと。しな、キバ。大丈夫ですか、日向様。ですから余計です。宗家が出払っている今、みんなが怪我をしたままでは。それにしてもこの攻撃なんだよ、こりゃ。無事か、鹿丸。どうにかな。私をかばってくれたんです。それで怪我を。だが、その目的を果たしたことで、奴ら戦闘スタイルを暁しか考えらんねえ。だな、よし。確かにラッキーだったぜ。泣くくれえなら2発目が来ねえことでも祈って。ナルトだ。ナルト。探す手間が省けたな。これが俺の正義だからだ。この術を使った時より5人の復活が遅い。どうやら6人揃ったな。先代たちの宝、夢を蹂躙したお前ら絶対に許さん。あるのは俺だろ。木の葉のほかげが出るまでもねえよ。ばあちゃんはゆっくり茶でも飲んでてくれ。爺様、二人の懐かしい背中は見えんかったか。天道の力。ばあちゃん、こっからは俺がやる。里のみんなには手を出さねえように伝えてくれ。奴らの情報を持っている。こんなこと聞くべきじゃねえのかもしんねえけど、俺自然行け。ガマキシ、寄せの術先方、大玉螺旋丸。ペインに忍術は効きません。忍術による攻撃は全て吸収されてしまいます。ペインの目はつながっています。この犬こら、ほんどれ。そのエネルギーがナルトの体の一部となってペインを攻撃した。そうか、お前は仙人王、ジライア先生と同じ実。お前にとって俺は兄弟子、同じ死を仰いだ者同士。まるで手裏剣のように。フートン螺旋手裏剣。お前には平和の意味が理解できていないだけだ。なんじゃ、あれだけ高回と高密度のチャクラを飛ばせるとは。拡大。
話を聞くような奴ではないな。何がどうなってる？誰か戦ってんのか？ナルト君です。ち、この足じゃ。ここでじっと。戦術を身につけたということはもう我々と不器用ですから。いったー、ジャケン。動きが鈍ってきた。どうやら戦術の力が多い。こいつだけでも片付けねえ。これからわしの言うことを聞いてくんさい。うちに擁護するしかないで。じゃあどんないするならや。ナルトちゃんならではの、チュロチュロと私わしゃやる。なんじゃと。親分たちは下がってくれ。螺旋手裏剣で巻き添え食うと危ねえから。戦術チャクラを補給できるのはあと2回だとすると、口寄せの術。じゃあらかじめナルトちゃんが影分身しておいて、戦術チャクラをオリジナルに還元するっちゅう寸法じゃ。おそらくあのペインがそれを担う能力者のようです。どっちにしてもさっさとおこのやつを先にやっちまわねえとな。貴様、戦術螺旋連弾。何だってばよ、さっきの術。どうやら次の術を使用するまでのインターバルも長くなるのでしょう。だからさっきのあのペインの術と術のインターバルは基本的には約5秒。どうやって俺は現実なんてできねえってばよ。わしらが神羅転生。なんだ、一体何が起きる。ナルトを信じるしかねえだろ。こうなったらよ。ナルト君ですよ、確かに。ナルト君がたった一人で困らせるだけです。ちくしょう。この現実は戦術チャクラを多量に使用する。ただしナルトちゃんも戦術チャクラを練る。動くなの。戦術チャクラを練る役目を作っとくのはよう考えたがの。今のナルトちゃんには影分身は二人が限界じゃったか。どっちにしろあまり長引くのはやばいの。お前は確かに強い。ペインがここまでやられたのは。ナルト君、安心しろ。殺しはしない。力、確かそれは厄介だ。その発動までもう少し耐えてくれ、ナルトちゃんよ。どういうことだってばよ。このペインたちは操り人形です。あの現実はもう懲りてるよ。わりゃくそ、ずっとしっかりしてたらこんなことには。もう少しやんわりと。いや、鹿丸の言う通りだ。四角、すでにやってみた。だが敵は常にチャクラの周波を変えていやがる。
出来事はいつも突然だ。理由は後になった。お前はなんでこんなことをすると俺に問うた。俺の目的はジライア先生も成し得なかった。ふざけんな。こんなに仕上がったお前なんかが偉そうにほざいてんじゃねえ。それは立派なことだ。それこそ正義だな。平和と正義を口にすることを許されるわけではないだろう。自国の利益を獲得する必要が出なけ里の民が飢える。幾度かの戦争を経て大国は安定した。ジライア先生の言っていた平和をなそうとしてお前も俺も何も変わらない。大切なものを失う痛みは誰も同じ。俺たちは正義という名の復讐へと駆り立てられた。ふと今その事象の中に忍びの世界が苦しみに支配されている。お前なら平和を作るためこの憎しみとどう向く。誠、キュービのその力が必要なのだ。全ての美獣の力を使い本当の痛みを世界へ知らしめ、その痛みの恐怖で人間はそんなに賢い生き物ではない。そうでもしなければ今度は自分たちで美獣兵器を使い本当の痛みを再確認する。俺の願いだ。長門、平和は目の前だ。あれはジライア様の口寄せかい。何？敵の本体つけたとし、迂闊に手出しはしいけど、そうなるな。動けねえんじゃよ。よし、勝湯。ペインチャクラか。そいつが何言おうが、お前は興味を持ったらいけん。こんなとこでお前がくたばったら、うちが許さん。はぁ、この杭で、ナルト君の動きを封じているのね。私の独りよが、何言ってんだ。そ、なんで。泣いてばかりでナルト君に追いつきたくて、いつだって私はナルト君が大好きだから。はぁ、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 キラド、ナルト君に近づけない。長門、ヒナだ！ああ、あれか。あれね。バカじゃねえの。おめえみてえなガキがなれるわけねえ。やるか。後悔すんなよおめえら。絶対火影になってお前らなんか見返してやるってばよ。やべえ。自分を変えるなんてこと。暗くって地味でうじうじしてて変なやつだと思ってた。なぜ戦う。まっすぐ自分の言葉は負けない。私の人道だから。ちょうどこんな風に俺の両親もお前ら木の葉の憎しみが生まれ、痛みを知ることが。そうだ、痛みを知れ。俺が憎いか、キュービの力か。痛みはお前以上だ。
機能どうなってるの？天聖バカな死んだ天聖に耐えるだと。ナルト君、とにかくナルトから6本の尻尾が。このままだともしかしたら9尾に。今度は何？ぶっちゃけもう木の葉の原型がなくなっちゃってます。9尾化か。ヤマトとカカシで。それでナルト君が。それが引き金か。カブトはいたか？いました。あの封印術を自力でなんてありえないぞ。9尾の力出だしたようだ。ざまあねえの。天道を十分近づけた。もうあなたの体が。少し黙ってろコナン。何もここまで大きなものを。大したことはない。なんでだ。そんなのわからねえ、わからねえ。全てを壊せ。そうだ、それでいい。死に来い。クソ、もうダメだ。どうして。ナルト、なるべくそうなってほしくはなかったが、成長した息子に会えるのは少し楽しみでもあったから。もっともだろ、ナルト。ナルトって俺の名前。俺がつけたんだから、せがれなんだし。三代目は何も言わなかったよ。友達もなかなかできねえし。だから俺。でもそのせいで暁なんて奴らに狙われることになっちまって。ナルト、何歳になる。息子のお前に辛い思いばかりさせてしまった俺が、お前に九尾のチャクラを半分残して封印したのは、今から16、九尾が悟う特別な力がなければ、到底太刀打ちできない。お前の中から。見てたって、誰だってばよ。暁の一人。違う！ペインは、コノハに恨みを持ってた！黒幕だっていう名の忍びまで、なんでこんなにコノハばかりが狙われるんだ。答えを見つけるのは難しい。そのペインを生み出したこの忍びの世の無秩序。先生をジライア先生はこの憎しみを終わらせる答えを。四代目教えてくれ。俺ってどうした。お前ならその答えを見つけられる。本当に俺にそんなこと。どこまで行ってもだが、これで最後だ。ありがとう父ちゃん。使える戦術チャクラ、俺自身に残ってる分だ。九尾の力どれほどか確認しておきたかったが、
あっちは里の方。あれは生きてる。まだヒナタのチャクラが感じられる。そうか、ヒナタ様。この花暁に襲われた。そろそろ決着をつけよう。同じ痛みを知らなければ他人を本当には理解できない。お前の本体のところへ俺を連れて行け。本気づいた。ジライア先生もお前たちも、あの厄介なチャクラの手裏剣は外したら最後半殺しにして連れて行くだけだ。影分身の術、神羅転生。残り4秒。2発外したな。奥から影分身。俺が諦めるの。